験的には、陰キャは真面目という謎理論がありますよね。これについて思うんですが、僕は陰キャだけど真面目じゃないんですよね。というか真面目ですらないんですよね。もちろんヤンキーやイキリではないんですが、政治やニュースの話とか全くわからないんですよね。世間でコロナが流行ってるとか、2チャンネルで初めて知ったんですよね。それほど世間で何が起きてるのかよくわかってないんですよね。どうでしょうか。基本的にアホなのでニュースとか全く見ないんですよね。陰キャなのに真面目とは対極じゃないですか。